はい、ストックさん上本です。今回もですね、動画マーケット座談会ということで、青澤さんと松浦さんに来ていただきまして、よろしくお願いします。お願いします。今回はですね、YouTube ショーツについてというところで、話をしていきたいんですけれども、結構皆さん気になっている人は多いんじゃないかなと思います。やはり YouTube ショーツ、最近目にする機会も、まあ、かなり増えてきましたし、うん、導入したいみたいなお声っていうのも、まあ、いただいているんですけれども、まあ、じゃあ YouTube ショーツって本当にいいものなの？っていうところ、実はリスク危険性をはらんでいるんだよっていう話を今日していきたいと思うので、ちょっとその辺興味ある方は経営聞いていただければと思います。じゃあまあ YouTube ショーツってそもそもいいものなのっていうところについて聞いていきたいんですけど、どう思いますか？いい側面からちょっと聞いていきたいです。いい側面はもう再生数が取れるっていうところじゃないですか。まあそうですよね、うん、もうそれにつきますよね。ターゲット以外にも広くとりあえず認知は取れるっていうのが一番大きいと思います、ね、本当に YouTube ショーツってめっちゃ認知取れるんですよ。もうこれは間違いなくて、もうめちゃめちゃ弱小チャンネルで回したとしても、やっぱり今アルゴリズム的にショーツを今後優遇していこうとか、もちろんショーツのマネタイズみたいな話もあるじゃないですか、うん、っていうのもあるんで、YouTube 側としてもこのショーツっていうのは拡大しようとしてるっていうのは間違いないので、結構インプレッション、まあ、表示露出っていうのは増えるんですが、じゃあ増えたのが本当にいいのかっていう話を今日していきます。なのでここからが本題です。実際どう思いますかというところです。僕は結構一瞬はいいんですよ。一瞬、普段1万再生ぐらいのチャンネルが20万再生ポポポンって出て、やったーってなりますし、まあ、その瞬間は結構リスも取れるんですね。なんですけれども、そうするとターゲットがずれてしまって、どんな視聴者が見ているチャンネルなのかっていうのがこうぼやけてしまって、でその後普通の動画出しても今まで1万再生取れてたのに6000再生しか取れないチャンネルになっちゃったみたいな、まあ、そういったケースもいくつか知ってるので、その危険性はあるなっていうふうに思いますね、うん、本当に上本に興味があって今まで見てくれていた層にショーツっていうのをぶん投げると、前田敦子に興味がある層みたいなのが結構入ってきちゃって、誰向けみたいな感じになるっていう、本当にもそういうのはよくあるケースですね、うん、それでチャンネル壊れちゃったって結構見ませんか？多いですね僕の周りは。我々もやっぱりショーツを試してみるだったりとか、自社運用のチャンネルでショーツをこう実験してみるとかっていうのもやったりするんですけど、壊れますよね。壊れますね。なんか青くん自分のチャンネルだっけ、壊したんだっけ？はい、ぶっ壊しましたさっきの事例が自分のチャンネルだった。そうですそれぐらい YouTube でターゲットがずれるってめちゃくちゃなリスクなんですよ ね。精緻なアルゴリズムに基づいてこうやってくれてるので、うん、そのアルゴリズムの完璧がゆえにターゲットがぶれるともう全くもって意味が分かんなくなるっていうのがあって、それだけは絶対に実は YouTube 運用で避けないといけないっていうところがありますと。これ結構劇薬の一つです ね。他なんか YouTube ショーツのデメリットみたいなリスクってありますか？教育ができない。短いんで、どうしてもこう YouTube ショーツで再生されやすいのってやっぱこうコント系だったりとか、実は何々でしたみたいな、要はその本当30秒から1分以内のものじゃないですか。だけどこう YouTube の一番優れてるのって、しっかり納得できるまで解説してくれてる動画があるっていうのが多分 YouTube の一番大きな特徴なんで、ショートになるとそこがやっぱり全然足りない、一瞬の切り取りというかキーワードだけになっちゃうんで、教育ができないのが一番大きいかなと思います、うん、これすごくおっしゃる通りな部分で、短尺ユーザーと長尺ユーザーって僕結構違うと思ってるんですよね、うん、やっぱりその短尺ユーザーっていうのはキャラだったり世界観だったりっていうのに、まあ強くこう共感してというか、まあそれが好きで見てくれる層、まあ単純に面白いからとかこの人が好きだからっていう層は多いと思うんですけど、長尺ってこのキャラとかよりもコンテンツ自体に結構価値を持たせないといけないじゃないですか、うん、でこのキャラとかが好きな層ってコンテンツ自体に価値があるものを好んで見てくれるかっていうと、あんま見てくれないんですよね、うん、なので例えばめちゃくちゃ面白いキャラで集めましたってなった時に、その人たちを長尺で教育できるかっていうと、そもそも結構こうユーザーニーズが違うので見てくれないっていうのが結構いろんなところで見る事例です。なんでショーツでまず人集めて認知拡大して、そっからこれ教育して物売れんじゃないのっていう考えも分かるんですけど、実は結構むずいっていう、でそこはデメリットの一つとして認識しておいた方がいいのかなと思ってます。他なんかちなみに YouTube ショーツやったらこういうことは起こるよねみたいなのってあったりします？視聴者のリテラシーが結構下がりますね。あんまり差別的な発言はしたくないんですけど、やっぱショート動画を見る層ってのは比較的中高生が今多いです、うん、そうなってくるとやっぱ無駄なアンチコメントとかが増えてしまうリスクってのはあります。で、まあ、アンチコメントが増えるだけだったらまだいいんですけれども、もしかしたらその検索の MEO だったりとか、こう Google の口コミのところだったりとかに星1あみたいなコメントを残されたりとか、最悪のケースそういったこともあるので、まあ、自分たちが今どんな層を取らなきゃいけないのかってことをよくよく考えてやっていっていただけたらなと
と思います、まあ、その視聴回数は確かに伸びるんですけれども、例えば1万が20万やったその差の19万っていうのは誰なのかってことを考えたら結構中高生が多いですっていうようなイメージですね。結構伸びるんでみんな頼りたくなるんすよ。僕らもすごく言われるんすよ、ちょっとショーツどうすかみたいな、やめましょうみたいな、そういうあの押し問答っていうのが絶対に YouTube やってる人なら1回はある話なので、ちょっと今回聞いてほしいなと思って動画にしました。このショーツをうまく活用していくっていうのもできなくはないと思うんですね。例えばショーツだったり TikTok ですごくキャラにファンをつけると、企業の担当者さんだったりとか、まあ、僕個人で言ったら上元にファンをつける、でその上元が言うことだったら聞くよみたいなファンっていうのをすごくつけれた場合だったらこの長尺も回ると思うんですけど、基本的にはあの僕含めてそんなにこうファンをつけれるほどのインフルエンサー力をつけるっていう、こっちもこっちでかなり難しいので、長尺でやっていくっていうのがまあいいのかなというふうには思っておりますというところです。ただあの自社でじゃあショーツをやるかやらないか、自社だったらショーツ向いてるか向いていないかみたいなところっていうのは我々の目線で判断させていただいて、それに合わせてお話っていうのはあの企業様ごとにもちろんさせていただいているので、もしあのショーツロング含めてご興味ある方はこちら概要欄の公式 LINE からお問い合わせいただければ対応させていただきますので、よろしくお願いします。それでは本日以上となります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。